入口岩城寺は、三重県伊賀市上野の老人町にある、新言衆と与山派の仏教寺院。三号は変更山、陰号は愛禅院。本尊は愛禅明王。文治、研究年間京都第五寺の関心僧城が、鳥羽天皇の病気併愈祈願を、この地で行い併愈したことにより、天皇の命で関心の信憑する、鏡が里しや砂利を回帰として、 道右を混流したと伝わるが、天正の陛下により消失している。その後漢文年間に、自治へ法院により再考され現在に至っている。東山は、徘徊、松尾芭蕉屋代々の菩提寺となっている。芭蕉は元禄七年十月十二日、旅の途中大阪で亡くなり、モンテーラにより大津の吉中寺に葬られ、伊賀上野の門邸、服部土宝と改造宅袋が、 片身に場所の遺発を持ち帰り、松岡の墓所に収め、後に故郷塚が築かれた。現在の場所に移されたのは、場所五十回忌の原文三年の時と伝えられている。場所没後以下の門弟たちにより、毎年、しぐれきを催し今日まで続いている。ここ故郷塚には、尾崎紅葉川端康成ら多くの文人仏閣が訪れている。 伊賀市役所古教使い賀市教育委員会市指定登録文化財一覧表。ありがとうございます。